とことんやり込む、どうも、ナオジンです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日も季節のクエストやっていきましょう。あと少しになってきたね。あと3日か4日で終わりなんで、何かいいのが出てきてくれないとちょっと困る。まあ、困りはしないんだけどね。まあ、とりあえず今日は、ゴーディアンと、大釜が出てます。で、こっちはね、ほうきなのよ。ほうきは別にいらないので、大釜とゴーディアン、ゲットしまして、見てみましょう。まずは、湿っぽい洞窟から、だね、ナイトモード、モブが弱体化、余裕だね。行きまーす。では行きましょう。あ、移動速度やっぱ 30% 上がると全然違うな。むちゃくちゃ速い。これはクリアも超楽でしょう。もう、まあ変更が敵についてなければ、もう全く問題なく、2分ぐらいでいけるんじゃない？まあ走り抜けていけば、実際1分半ぐらいで。あーやば変更が出た。変更出るなって、もう変更が来るとちょっと弱いんだ。勘弁してください。本当に。変更だけがね、弱点なんだよな。あとネームドもちょっと苦手かな。とりあえず、あとはここ行くだけなんで、クリアしましょう。とりあえず、クリアですね。254! おお、悪くない。254悪くないよ。では、もう一つの、あ、こっちじゃないや。大釜か。大釜の方をクリアしていきましょう。変更点は、なんだ？あ、火事場か。ちょっと長いな。ロイヤルガードになって、テンポセフト。ああ、移動速度が上がってなかなかやりやすいかもね。行きましょう。ちょっと旗は取るつもりはなかったんだけど、ちょっと取っちゃったね。でも、1個しかなかったかな？うん、もうこの際だから全部取ってやろうと思ったけど、もういないっぽいんだよね。うん、モブの速度が 20% アップが出たけども、まあ、これだったら全然当たりだもんね。これは当たり。一応探す？ああ、ワンパンはしなくていいか。まあ、ここはキューブが出るんで、キューブと同時に倒せば、多分ダメージが。結構、あるね、あるね、あるね、いいよ。キューブと同時に倒していくと、いい感じにダメージが入っていく。まあ、この前にもう倒した。倒しましたね。よし、じゃあ、とりあえずクリアしまーす。よし、クリアですね。254。まあ、しかも出た出た。なんだ？あ、グレートハンマーか。ついでなんで、ここも来ました。まあ、いらないんだけどね。うん。装備品は別にいらないんだけど、まあ、ついでということで、来てまーす。一応全部取ろうか。多分この洞窟の中に、全員いそうな気がする。変なのつかなければ、いいけどね。どうだろう。あ、いるいるいる。あ、で、ワンパンされそう。あ、ワンパンはされないか。でも次で死ぬ。やばい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 。よし。オッケー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 。え、何がついた？略奪者に変わるってやつかな。オッケーオッケー。よし。次は？これは脅威。で、神秘、ナイトモード。で、あと1体いるな？ん？あ、反対側か。ここに固まってたね。全部いた。いたいたいた。待て！危ねえ。よし。なんとか。こいつらと同時よっしゃ、オッケー。プレイヤーのダメージ 40% 減。まあ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 。大丈夫かな？
このまま進みまーす。ちょっといけるかな、どうだろう。まああと2回やられていいんで大丈夫でしょう。変更がなければ多分大丈夫なのよね。終わりかな、いやあと1回か、ラスト。よし、あと反対側、いやこのレース倒して、このレースで終わりでしょ。よし、オッケー、旗6個取ってクリアだね。ちゃんと装備変えてから行こう。幸運装備を続けてと。はい、とりあえずクリアだね。追加報酬がすごい気になる。ほうきはもうどうでもいいんだ。ここハイランドか、いらないな。まあ見てみましょう。まずほうき、まあ普通だね。虚無、クリティカル、そうね、衝撃波か爆発か、まあ、回復がないんで使えないので、これはお供え物だね。で、ゴーディアンどう？いらないな。いりません。やっぱりクールダウン欲しいんだよね。大釜は、あー、ダメだ。クールダウンがついてないし、雷フォーカスもない。全然ダメだな。ということで、全部お供え物です。はい、ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。